それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴドライバーはトラックによる戦略で勝つ先、現存しない車を持ち出していることは想定外だ。旧5点系だったのはむしろ藤原が俺のアドバイスを気がつけば一番なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの姿は俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーってこんなもんなの？期待して損した。なんかつまんな。さっさと無事に終わらせろ。俺何をしてんだ。取られてる。バトルに勝つ。こういうこと。こんなところで焦るとは思わなかった。あんなでたらめなツッコミで大外から抜くか。なんだあんな、めちゃくちゃだ。早い。この下品で物質的で戦いに走る。俺に勝とうなんて。ついていくれるコーナーで負けてけど、このポジション5戦の挙動を守るや早いところ逆転の糸口を見つけないと。ただ、こんなにそんなただごとじゃないぞ。わかんねえよ、そんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったぞ。そういうことは全長20分間先に仕掛けて逃げ切った方が勝利の後半の戦藤原なら十分の勝利ケース俺たちの勝利。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。
信彦じゃない。どういうことなんだ。信じられないけど、ついていっただけでもギリギリな相手だと時々妙なユーズを突っ込みするのが気になってた。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上の突っ込みができなかったんだ。車両従業が完全に冷凍車両に突っ込む。ある程度の従業がブレーキングではフロントに立ち入った。上り勾配ではフロントに立ち入った。限界を超えた領域でのみ可能な。これが超冷凍車だ。つまり大きな特徴は上り勾配の特に弱いそれともに有効値になるのか。そういうことがあるのか。何か